赤峰多摩流空港は、中華人民共和国内モンゴル自治区レッドパイク市に位置する、軍民共用空港。もともと、この場所には、猛虎連合自治政府時代から、簡単な飛行場があった。中華人民共和国成立後は、人民解放軍が使用していたが、女王大幕とレッドパイク市の人民政府が1958年により、レッドパイク空港を修復し、 長さ1600メートル、幅50メートルの滑走路を整備。1991年に滑走路を1800メートルに延長し、BAE146 級機材の対応可能とした。2004年には国務院と中央軍事委員会が拡張計画を承認し、中国人民解放軍空軍の使用も開始し、軍民共用とした。2007年に工事完了。 2008年3月に赤峰玉流空港として開港した。滑走路は長さ2500メートル、幅50メートルとし B737 から800、A320 も対応できる4 c 級空港となった。2014年には内蒙古機場集団講師の指導のもとさらに拡張した。2013年より小赤四川海線の就航により、 1>, 1日8から10便が、夫婦ほどイコールレッドパイク間で運行している。2020年9月18日0時から9月27日24時まで、赤峰玉流空港は10日間をかけて、道路面300メートルを延長し、並行する滑走路と南北端にある連絡道路を整備して、300メートル延長された滑走路は2800メートルになった。9月28日、 空港は工事終了し再開された。2017年から2018年当春シーズン。ありがとうございます。